Sumi yoke senseino ippon tetsugeku. はい、ごきげんよう諸君。住岡先生、モイラって何？モイラは古代ギリシャ語で定め、運命のことだ。人は誰でも自分で自由に物事を変えられると思っている。ところが本人が変えたつもりでも、結局は予定通りになる。例えばオイディプスは、父親殺しの予言を避けようと故郷を去るが、彼は実は養子で、むしろ自分が行った外国でこそ本当の父親を殺してしまう。すべての川が結局海に至るように、すべての人は結局死に至る。他の物事にもそれぞれ定めがある。大河に一石を投じても、そんなことでは大きな流れは変えられないんだ。それって何のこと？世界の中に自分一人だけが暮らしているわけじゃない。自分がこうだと思っても、世界には必ずそれは違うという人がいる。自分が前に進めようとしても、世界には必ずそれを押しとどめようとする力がある。いろいろな意見、いろいろな力は互いに相殺し合ってしまって、結局は物事はなるようにしかならない。先生はどう思う？要は身の程を知って謙虚になるということかな。住岡先生、よくわかったわ。ありがとう。